ヨアヒムカイザーヨアヒムカイザーは、ドイツの音楽評論家、作家。マルチェル・ライヒラにつきと並び、ドイツを代表する評論家の一人に数えられる。東プロイセンのミルケン生まれ、父親は医者。早くから文学や音楽に関心を持ち、ハンブルクのギムナジウムを卒業後、ゲッティンゲンやフランクフルトアムマイン、チュービンゲンの大学で、音楽学、ドイツ学、哲学、 社会学を学ぶ。またその中間期には、フランクフルト大学のテオドール・アドルノをハインツ・クラウス・メツガーラと訪れ、ダルムシュタット様式の現代音楽の大きな影響をも受けた。1951年により評論活動を開始、1953年には47年グループにも参加している。1958年、クリル・パルツァーの劇様式で、 中ビンゲン大学より博士号を受けた。同年以降はミュンヘンに住み、南ドイツ新聞の主任音楽評論家として、内外のコンサートオペラ、演劇などを執筆する。テレビやラジオの解説にも、精力的で、また、バイロイト音楽祭が1951年に再開した際には、支援を行った。シュトットガルト音楽演劇大学で定年まで、音楽学の教授を務めていたが、 体感後はミュンヘンで執筆活動に専念している。グリルパルツァーの劇様式、現代の大ピアニストたち、小さな劇場の本、ベートーベンの32のソナタたちとその解釈などがある。また作家として3冊の小説も出版している。ありがとうございます。